まあ、コロナ禍になって外食になかなか出られない皆さんに、まあ、自宅でも美味しいハンバーグを食べていただきたいなと思って、冷凍ハンバーグの開発に取り掛かりました。まあ、こだわりとしては、瞬間冷凍の技術が、あります。熱々の状態の、ものが瞬間的に冷凍されて、それを自宅で、湯煎で、まあ、お湯につけるだけで、簡単に美味しいハンバーグが食べれるようにと思って、開発を進めています。熱を加えるとき、肉の縮みが割れの原因になることを避けるため、肉の中に入り込んだ気泡を一つ一つ丁寧に取り除きます。手作業で成形することで肉汁を閉じ込め、旨味を凝縮されたハンバーグを作ることができます。丁寧に成形されたハンバーグを均一に並べ、スチームコンベクションオーブンで温度、湿度を徹底的に管理し、一つ一つ慎重に焼き上げます。均一に熱が入り、肉汁が出ないギリギリの状態の熱々のハンバーグをマイナス40度の冷却風で瞬間的に温度を下げ、一気に冷凍することにより旨味を閉じ込めます。この冷凍技術により、再度温め、お客様の食卓に出来たての状態で再現できるようになりました。デミグラスソースは通算3日間かけて作ります。まず牛骨と玉ねぎを10時間以上火にかけ、出汁を取り一晩寝かせます。その出汁に焦げ目がつくまで炒めた野菜、玉ねぎ、人参、セロリと牛すじ、ホールトマトを加えて、材料がクタクタになるまで6時間程度煮込みます。再度火にかけ、熱を加えた状態でミキサーにかけ、裏ごしして丁寧に野菜の繊維を取り除き、濃厚なスープを作ります。小麦粉をじっくり焦げる寸前まで炒め、自家製のルーを作り、コクととろみをスープに加え、仕上げにマデラ酒、ワイン、スパイス、調味料等を加え、味を整えて、じっくり時間をかけた濃厚なデミグラスソースを作ります。最後に瞬間冷凍したハンバーグとこだわりのデミグラスソースを真空パックします。再度瞬間冷凍を行い、お客様の手元に届くよう一つ一つ丁寧に梱包いたします。湯煎で簡単に作れるレストランクオリティのハンバーグをぜひご家庭でお楽しみください。